カロリン諸島から東南アジアへの旅でございます。パラオマニアクアラルンプールでございます。今までの、ね、旅の行程でございます。マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、そしてパラオと旅をしてきました。これからちょっとね、大陸っぽい旅になりますね。2019年2月25日水曜日の日記、パラオのコロールで目覚めた日の日記でございます。予算がなくて何もできないけれど、コロールの街並みを眺めていたら、それだけでなんとなく外国の街並みの中にパラオの文化を感じられましたね。まあ最初のうちはですね、まあ、いろんな外国の人の顔をした、ね、人がいてですね、どれが一体パラオの国の人なのか、文化なのかって思っていたんですけども、お金がなくて暇してぼーっと眺めていたらですね、だんだんとパラオの文化を感じるようになってきましたね。日本人が作った道路があっちこっちにたくさんあって、多くの車が行き交う街並みだったんですね。戦争の記憶というか残骸なんですけども、この旅を通してマーシャル諸島からね、中区、ヤップ、パラオとね、西の方に行けば行くほど、だんだんと様子が変わってきて、そしてパラオの離島なんかに行くとですね、もういきなり色濃く、昔やっぱりここで戦争で起きたんだなっていう印象が強まりましたね。フィリピン系の人がですね、やっているお店も結構たくさんありましたね。もう海を渡ればすぐ隣国がフィリピンなんですね。フィリピンの影響も強く感じましたね。まあこの旅がフィリピンにも近づいているということでございます。そしていろんな人のね、顔の人がね、コロールの街並みを歩いていてですね、まあなんとなくパラオの文化は、分かるような気がするんだけども、やっぱり本当に誰がパラオの人かね、ちょっと分かんない感じもありましたね。そして日本人みたいな人もいるし、ハングル文字もたくさん見かけるし、日本の神社もあったりしてですね、日本語で やたらめったら書いて、今度のここの神社の神様は何々さんですよみたいな、わけのわかんないことを書いてある神社も見かけましたけどね。エコーツアーをね、参加しようと思っていたんだけども、やめたんですね。キャンセルしてしまいました。さっぱり、やっぱりですね、さっぱりじゃなくてやっぱり 82.5 ドルのね、ツアーはね、僕には高すぎましたね。で、乗り込んで、直前にですね、さらにガソリン代でね、100ドルくれなんて言ってくるんですよね。そんな話は聞いてなかったですよね。合計で 182.5 ドルなんですよ。参加者は自分一人、しかもね、参加者はね、自分一人だけでですね、普通の車で行くなんて思ってもいなかったんですよね。なんかバスにみんなで乗っていくのかなと思っていたんですけどもね。もうキャンセルした方がね、払わないお金の分得するんだっていう思いになってですね、キャンセルしてしまいましたね。なんかね、日本人を見るとね、現地のね、旅行相手にする商売の人たちはね、必ず日本人はお金が持ってる、お金持ちだと思い込んでしまうらしいんだよね。本当に貧乏旅行には適していないパラオだなっていう印象が強くなりました。突然することがなくなりましたね。コロールの街でホテルをチェックアウトしてですね、朝の7時30分ですよ。
大荷物を背負ってタクシーで空港へ行って20ドルですね。タクシー乗ってパラオの空港に向かっていきます。かけていって、でお目当てはねレンタカーだったんですよね。レンタカー一日中乗ろうかなと思っていたんですよ。街並みで借りるよりも空港に行って借りれば間違いなく空港でね、車を返して飛行機に乗れると踏んだわけでございます。でも飛行機が来る時間帯以外はですね閉まっていましたね。失敗しましたね。もうこうなったらですねもう空港でパソコンするしかない。でもパソコンしていたらあっという間に時間が経ってしまいましたね。夢中になってました。ここはいきなり死になっております。大丈夫、自分に合う相手ならきっとどこかで必ず出会えるはず。そう自分に言い聞かせるようにしていこうよ。きっとどこかにいてどこかで会えるよと。誰でも自分に合う相手に必ず会えるようにできているのさ。日記より、2月23日で、旅は70日目になると。予算は1日5000円以内としていて、まあ177円オーバーで切り抜けていると。赤字、ちょっと赤字でございます。その加減でなかなかね何もできない旅が続いているということでございます。次に行くのはフィリピンでございます。1ドルは 54.79 ペソって書いてありますね。1ペソは 1.7 円くらいかななんて書いてありました。コロールのペル、パラオから飛行機に乗ってフィリピンに向かっていきます。マニラに向かいます。2009年の2月の25日水曜日でございます。夜の便19時35分発の21時10分着ですね。ニノイ・アキノ国際空港に向かいます。日記よりパラオでですね19時35分発の飛行機をパラオの国際空港で待っていた。まあ空港自体はコロールからタクシーに乗ってですねバベルダオブという大きな島にあってですね、その中にアイライというところがあって、その中にあります。パラオではアレルギーの痒みに悩まされましたね。あとはコンセントにつないでたパソコンがね少し調子が悪くなりましたね。熱くなったり、でも次のフィリピンに行ったら治りましたね。まあコンセントに直接挿してやらない方がいいのかもしれないですね。電圧の関係なんでしょうかね。コロールではいろんな食品が売っていてね、それがちょっと楽しかったかもしれないですね。あと野生のワニがねどっかにいるらしいんですけどもね、出会うことができませんでしたね。そしてカメを食べる文化もね今回は触れることはできなかったですよね。空港の食堂でですねお昼を食べたんですね。魚のフライドライスを食べましたね。熱くて美味しかったみたいですね。でここにはですね台湾からも飛行機が来ていましたね。だから台湾を旅行ついでにパラオに来るのもいいかもしれないですね。その時だけ台湾用のツアーの店が開いて空港内で開いていたんですね。だから台湾経由で、行けば日本人用の店ではなくて台湾用の店でねツアーの予約ができて、もしかしたら安く旅ができるかもしれないですよね。わかんないですけど。で暗くなってから自分が乗る飛行機がやってきた。まあヤップ、まあ、飛行機がですねグアム発パラオ行きマニラ行きパラオ経由マニラ行きなんですけども、もしかしたらパラオも止まってるやつで、グアムからパラオ、パラオからパラグあ
グアムからヤップ、ヤップからパラオ、パラオからマニア、全部同じ飛行機にね、乗ってることになってるいるのかもしれないですね。おそらくね、これはね、パラオでね、両替したね、レシートだと思うんですけどね。まあ、コンチネンタル空港に乗ってですね、パラオからフィリピンのマニアに向かっていきます。コンチネンタル空港でございます。パラオからですね、フィリピン海、海を越えてフィリピンのマニラに向かっていきます。こんな形してますね。フィリピンのちょっと北はね、もう台湾でございます。マニラの方に入っていきますね。マニラの近くはこんな感じになっております。そしてマニラに到着していきますよ。隣に座っていたお客さんはフィリピン人だと思うんだけどね、キョロキョロずっとしてましたね。僕が窓席だったんですけどね、窓の外が気になっていたみたいですね。機内食はマッシュポテトとビーフと野菜とジュース、オレンジジュースとクッキーが出たということですね。そして現地時間21時10分にマニラに到着いたします。初めてのフィリピンでちょっと感動しておりましたね。初めて行くところはいつでもドキドキです。久しぶりの大都会の空港に置いた感じだった。なんだかほっとしましたね。ペソにお金を両替してインフォメーションで宿の予約をした。タクシーで200ペソ、1.7 かけて340円ぐらいだと思います。フレンドリーゲストハウスに行きました。空港からタクシーに乗って、ホテルに向かっていきます。タクシーの領収書ですね。そして、ものすごい歓楽街をタクシーは過ぎていきましたね。なんかね、到着した日がね、何かのね、記念日だったらしいんですね。マルコス大統領がいなくなって次の大統領、アキノになった記念日らしいんですよね。そして、車の渋滞もすごかったですね。排気ガスが充満してるみたいだった。まあ今まで旅していたところが自然いっぱいのところだったんで、急に都会の街に来たんでそう感じたのかもしれないですね。30分ぐらいして宿に着いて、いろんな店の前に警備員がいましたね。そしてライフル銃なんかを持っている人も警備してましたね。治安の悪さをね、ちょっと感じましたね。1泊375ペソで2泊する。チェックインしてから喉が渇いて外を歩いてコンビニがあって 1.5 リットルのリンゴジュースを 47p で買った。100円くらいでしょうかね。何もかも安くてついつい財布の紐が緩んでいくと。止まった。フレンドリーゲストハウスの近くの航空写真でございます。こんなところにね、もしかしたらね、場所変わってる可能性もあるんだけどもね、今調べたらそういうここになってましたね。2009年2月26日木曜日かなの日記、フィリピンマニラからの日記でございます。朝8時に起きます。朝は少し静かで少し埃臭い街並み、太陽の赤さで
鮮やかにも見える街並み、止まってるところから見下ろした街の様子でございます。フィリピンのマニラでございます。コンビニに行ってホットドッグ2個とコーラとバナナ買う。宿に帰って食べてトイレしてタクシー 300p で、空港へ向かった。相変わらず渋滞しまくる街並みだった。そして厳重に警備された空港へ。4月に乗る予定の飛行機の日付を変更したかった。フィリピンでノービザで入国できるように日付を狭めて買っていた。でもオフィスでないと買えられないと言われて、タクシーで 250p くらいで街中にあるオフィスに行った。たくさんの人が待っていて1時間くらいして飛行機の日付を変えられた。そしてゆっくり8キロくらいマニラの街を歩き始めた。島ではない旅の始まりだった。今までね、島国だったんだけど、まあフィリピンも島国といえば島国なんだけどね。まあ島のね、大きさが違いますからね。そして大きな交差点では地下道があったりして、目的の場所に渡るのに迷路を歩くようだった。そして周りにね、細い細かい道も入り組んでいる街並みも見かけましたね。人だけが通れる道には地元の人が少し生活感むき出しにして暮らしていたようだったね。裸足の人がいたり、道で何か焼いて食べていたり、道で寝ていたり、水たまりで洗濯していたり、貧乏な人はとことん貧乏みたいなね、そんなちょっとスラム街っぽいようなね、そういうところもちょっと見かけてしまいましたね。大通りの排気ガスの凄さは今まで旅してきた環境がね、そう感じてさせているのかもしれないですね。踏切とか高架の鉄道路線もあって、路面電車風のね、車両が長く連なったようなね、そんな電車が走ってのを見かけました。ランチを買った時のレシートですね。確かホットドッグとかですね。街の様子でございます。フルーツを売る店ではみかんとかバナナがね、色鮮やかに並んでおりました。そして飲み物とかホットドッグを買って食べましたね。ホットドッグが一番ね、手軽に食べれる食事だったかもしれないですね。アメリカ文化ですかね。で、夕方、まあ、ホットドッグとジプニーっていうジープのね、飲み物がありましたけども、それがちょっとアメリカ文化が残ってるようなイメージでしたけどね。で、夕方宿にまで歩き切ってですね、埃のせいなのか、ちょっとね、目がね、痛くなりましたね。それからトラベルオフィスに行ってですね、次の日の2月27日に出発して、4月16日ですね。1ヶ月半ぐらいですかね。クアラルンプールね。マレーシアへの往復の飛行機のチケットを買いました。
463ドルですね。いい具合に明日飛行機に乗れるようになったんですね。フィリピンの旅は少しだけ、10日間フィリピンに戻ってきてからすることにしました。そしてインターネットを宿でいたしました。夜は餃子が乗ったねラーメンがあって、それをね200ペソで食べました。この日の夜は昨日よりもあんまりきらめかない街並みの雰囲気がした。昨日はねちょっと特別な日だったみたいですね。マニラでね飛行機券を買いましたね。マニラからクアラルンプールまでのね往復のチケットでございます。463ドルも支払いましたね。これは、なんか食べた時のレシートですね。夜のマニラの街並みでございます。インターネットしてから24時ぐらいに夜中にですね外に飲み物がね喉が渇いて買いに行きましたね。そんなに治安は悪くなかったです。チョコミルクを買って飲んだりしました。フィリピンについてちょっと調べてみましたね。フィリピンの表記の仕方、英語の表記の仕方、そして漢字の表記の仕方が書いてあります。そして首都はマニラ。2万5000年から3万年前に移住者がいたということです。そして原始マレー、そして古マレーの時代があったそうです。そして紀元前の500年から紀元13世紀、の時代はマレー系民族移住とかね、ラグナドバンヒブンが有名とのこと。そして14世紀後半にイスラームが流入してきたということですね。そして1521年にポルトガル人率いるスペイン艦隊が太平洋を渡ってね、多分メキシコとかから来るんだと思うんですけども、横断してですね、多分マーシャル諸島とかね、ミクロネシアとか通ってきたんだと思うんですけども、到来しましたね。で1529年にフィリピン諸島をスペインが領有したと。そしてマニラとアカプルコ、メキシコをつなぐガレオン貿易が始まった。そして1762年に一時的にマニラがイギリス軍に占領されます。そして1763年にマニラ再び、スペインの直轄下に管轄下になったと。そして依然として西西南ミンダラオとミンダナオとスルー諸島、南パラワン島はスルー王国をはじめとするイスラム勢力のまんまだったんだね。そしてガレオン貿易で南米の銀と中国産物を貿易していたと。1567年日本の永禄10年って読むのかな、日本では松平家康から徳川家康に改名した年で、キリスタン大名が有名だった時なんですけども、この頃日本人はミンダロ島とルソン島への 毎年交易をしていたと。この頃ね、
そして19世紀末独立運動が始まる。1898年に南西戦争勃発。そして、統治権がスペインからアメリカに譲渡ですね。南太平洋じゃなくて北太平洋のマーシャル諸島、ミクロネシア、パラオの歴史の中でもこの米西戦争っていうのが出てきましたね。その時はアメリカとスペインが戦ってスペインが弱って、ドイツがねその島々を支配するようになったのに対してフィリピンではアメリカが主権というか統治権を、奪ったというかもらったんですね。そして1899年にフィリピン第一共和国が成立して、南の方はですね、南の方にはフィリピンの南西部の方はサンボアンガ共和国というのが建国されます。そして米非戦争ですね。60万人のフィリピン人が虐殺されたと。そして1901年に第一次共和国は崩壊してアメリカ主権の下になったんですね。なんでアメリカはこんなことをしたのかっていうのはちょっとよくわかんないですけどね。昔アメリカが東海岸から西海岸に物を運ぶときにロッキー山脈は越えられなくて、その時にパナマ運河も開通してなくて、南米をぐるっと回ってくるんじゃなくて、大西洋とアフリカの南を通ってスエズ運河も開通していなくてインド洋を通って、そしてで、この辺も通って東海岸に行っていたペリー来航の時代ですよね。あの頃の時代にとってみればこのフィリピンを獲得していた方がいいとかそういうことがあったのかな、よくわかんないですけどね。そしてですね、1903年ですね、サンボアンガ共和国も崩壊したというですね。そして1934年に10年後の完全独立を認められると。そして1941年第二次世界大戦中に日本軍がマニラ上陸。そして1942年にフィリピン全土を日本占領と。そして1943年に独立させフィリピン第二共和国が成立。でもこれはですね、傀儡政権と呼ばれていてアメリカは認めなかったんですね。見かけ上の独立なんて言われてですね、で抗日ゲリラなんていうのも起きたんですね。いろんな見方がありますよね。ヨーロッパ支配を止めるために日本が奪ったというふうにも考えられるし、いろんな見方ができますよね。1944年末、米軍が反攻上陸。そして第二次世界大戦で110万人のフィリピン人が犠牲になったと。1945年日本敗戦、アメリカの植民地へ。1946年フィリピン第三共和国再独立。冷戦下ではルソン島ゲリラ戦争。1965年マルコス独裁。そして1986年エルサ革命。マルコスとイメルダ夫人はハワイ州に亡命。
そして三井物産マニラ支店長誘拐事件、そして在日米軍は軍備を沖縄に集結しフィリピンから撤退、そしてフィリピン紛争などが起きたと。でフィリピンの地方行政区画は17個あります。この中に81州と61公認都市があるとのこと。そしてルソン島、ビサヤ諸島、ミンダナオ島、これらは比較的大きな島で合計すると7107個の島があるということでございます。まあ有人島が どれくらいあるかわからないんですけども、7107個も島があると、フィリピン国内だけでもいろんな旅が楽しめそうですね。最高地点はミンダナオ島の東部にあるアポ山、標高2954メートル。金、銅、ニッケル、クローム、亜鉛などが取れるということでございます。そしてスプーラトリー諸島、南沙諸島で中国との領有権問題ねがあります。そしてマリラアサという植物があって、ロープとか紙に使われる。ジプニーとかトライシクル、まあジープのタクシーみたいな乗り合いのタクシーみたいなやつと三輪バイクみたいな乗り合いのもの乗り物があります。まあいろんな民族がいるんですけども、あまり見たことがないこと、興味が引いたものとすればタガログ族、ビサヤ族、モロ族、メスティーソなんていうのがいるらしいでございます。でちょうどね2月25日にねフィリピンに到着したんですけれども、その日はねエドゥサ革命記念日で秋の大統領が就任した日なんですね。マニラ市について調べてみましたね。フィリピンの共和国の首都でございます。ルソン島中西部にあります。16世紀末よりスペイン人植民地化より、首都になったと。人口2293万人、2016年ですね。メトロマニラと言われるマニラ首都圏の中にマニラ市が存在している。16世紀スペイン人到来以来、以前マレー人集落があり、中国人貿易などがあったと。1571年スペイン占領。16世紀の終わり、イエズス、カイン、アントニオ、セデーニョが来たと。そしてアメリカ占領、日本占領、独立へ。そしてマニラ湾、パシック川、スラムが有名というかあると。で、たくさんの海外姉妹提携都市があるんですね、マニラっていうのは。アメリカは7カ所で、ハワイ州が2カ所、グアム、サイパンも含みます。そしてインドネシア、タイ、東ティモール、ベトナム、メキシコ2カ所、キューバ、パナマ、コロンビア、ペルー、チリ、ウルグアイ、カナダ、イスラエル、中国3カ所、中華民国、台湾もあって、そして韓国、カザフスタン、ロシア、フランス、スペイン2カ所、ポルトガル、ルーマニア、日本では大阪府の高槻市ね、京都府の南丹市、そして神奈川県の横浜市などがそうでございます。マニラ首都圏についてネットで調べてみましたね。まあ、マニラ、メトロマニラといわれるマニラ首都圏の中にマニラ市があってですね、マニラ首都県というのは一つの行政区でございます。まあフィリピンの行政区でございますね。でマニラ市を含めて16の市がこの
マニラ首都圏の中にあります。2月25日の日記より、フィリピンのマニラから始まる27日金曜日の日記でございます。朝9時30分ごろ目覚めます。コンビニへ行ってパン2個を買った。ビーフタコス味とビーフチーズ味ですね。本当は温められたのかもしれないですけども、冷たくてあまり美味しくなかったですね。ぶどうジュースといちごとスイカのジュースが珍しくて買ってみましたね。まあこれは美味しかったですね。朝起きて朝食を買いに行った時に撮った写真でございます。マニラでございます。たくさん建物が建ってますよね。泊まっているところから眺め下ろした景色でございます。そして宿で支度をしてタクシーに乗って 300B で空港へ、そしてタクシーに乗って空港に向かっていきます。こんな感じでね。11時30分頃着きました。2時間待ってチェックインしましたね。そしてマニラの空港から飛行機に乗り込んでいきます。天気はいいみたいですね。そして夕方、このニノイ・アキノ国際空港から飛行機に乗りました。そしてマニラの上空から街並みを眺めましたね。そして水辺、山々、自然が美しく輝いておりました。ここにはまた戻ってきてから10日間の旅をする予定でございます。今回はたった200しか滞在していませんね。そして海と雲の世界へ。機内食はチキンパスタ、スイカ、パイナップル、クッキー、チョコ、オレンジジュース、コーヒーなどでございます。搭乗券ですね。マニラからクアラルンプールに向かう、マレーシア航空を利用したんですね。飛行機から見たマニラの街並みでございます。
で、飛行機はフィリピンのマニラから出発してですね、マレーシアのクアラルンプールに向かっていきますよ。マレー半島を旅するのも初めてですね。ドキドキワクワクでございます。そして暗くなってからクアラルンプール、マレーシアに到着いたします。読みにくいですよね。クアラルンプール、クアラルンっていうところはね、読みにくいんだよね。クアラルンプールね、ラルンプール、マレーシアに到着いたしました。でっかい空港だったんですね。南国沢を感じられなかったと。飛行機を降りて、でっかい空港の中のモノレールに乗って、そして荷物を受け取って、そしてフィリピンと日本のお金をマレーシアのお金に両替した。そして列車で市内へ向かって、途中からモノレールに乗ってですね、そしてクアラルンプールの空港に到着して、交通機関を使ってですね、ポンドックロッジという泊まるところに向かって行きましたね。調べてみたんですけどね、昔あった場所と今ある場所はもしかしたら違っているかもしれませんが、今調べたらここにありましたね。あんまり記憶が残っていないんですけどもね。これはね、空港から向かっている時の電車の中でございますね。近代的ですよね。ポントクロッジという宿に2泊で 50R、1500円ぐらいで泊まりました。周りにはレストランやバーがたくさんあるようだった。若者の旅人で賑わってる街並みだった。路地を選んで歩けばアジアな雰囲気のところもあるし、ファーストフード店やモノレールやビルがたくさん立ち並んでいるところも近い場所だった。宿に着いてからコンビニに行って、じっくり悩みながら春雨のような焼きそばとポテトチップスと水を買った。これは宿の領収書ですね。ポンドックって書いてありますですね。宿の前の道でございますね。賑やかな街並みでございます。ちょっと古ぼけたような建物もいい味がありますよね。まあ旅行者が集まるような、そんな街並み、賑わっている街並みでございますね。ドキドキワクワクいたします。宿で、持ち帰って食べました。他の日本人を見かけて、夜中1時ぐらいまで話をして眠った。パチンチョニキより、マレーシアのクアラルンプール、2009年の2月の28日土曜日でございます。エアコンが寒く感じましたね。9時30分頃目覚めました。朝食付きの宿で、トースト2枚、ジャム、バターと薄っぺらいケーキが出てきましたね。宿の朝食でございます。一息ついて散歩に行きます。これは ATM ですね。支度をしてですね、旅行会社へ行って、でインド行きとインドネシア行きの飛行機のチケットを買いました。合わせて 2400R、 7万2000円ぐらいですかね。 ATM にも行って下ろして買いました。インドビザはね、日本で取得済みでね、もともと計画でね、ここで切符を買うことは探して買うことは決まっていたので、不安だったんですよね。ずっと旅行してる間ね。だからもう値段をね、選ばずに買うことにしたんですね。一旦宿へ行くと、コンビニのね、ナシゴレンを買ってですね、宿で食べましたね。
食べ慣れると美味しくなるような、そんな感じの印象がしましたね。日本人が携帯をなくしてね、宿でさばいておりました。午後はのんびり街を歩いた。近代的なビルの街並みもあれば、古ぼけた建物もあって、街並みを眺めて歩くのも楽しい街並みだった。チャイナタウンのようなところも人が多かった。ヨーロッパの雰囲気の建物もあった。そして起伏も激しい街並みでもあった。モノレールや電車も走っていて、川も汚いけれど普通に流れていた。マンゴージュースはブルーベリーのスムージーを飲んでみた。美味しかったですね。とにかくすぐ暑くてすぐ喉が渇いてね、潤しました。駅の周辺には店がたくさんあるけれど、少し離れると何もなく、ヘタルに歩き回って疲れました。クアラルンプールの地図でございます。まあ、こういったね、簡単な地図を手に持って散歩に出かけましたね。宿の前の景色でございます。ポンド・グロッチですね。今ね、地図でね、調べてもね、建物がちょっと変わっちゃってるらしいんですよね。猫ちゃんでございますね。背の高いビルもたくさん建ってますね。なんかいろんな国のね、要素が入っていて、まあこれはこれで独特感があるような、そういう街並みの印象ですね。何気なくね、古ぼけたね、路地がね、いい景色だったりするんですよね。なんとなくいい感じの雰囲気の街並みだと僕は思います。
16時ごろ宿に戻ってきてインターネットをしました。ネットで調べてみました。マレー半島の南部ですね。それとボルネロ島の北部の方もマレーシアでございます。そして首都はクアラルンプールでございます。現地の言葉英語漢字で表記するとこんな感じでございます。で、歴史なんですけども、これがね、いろいろあって大変なんですけど、13世紀頃までは仏教とかヒンズー教とかがあったらしいんですけども、イスラムが入ってきたみたいですね。アラブ人商人とかインド商人とかね、そういう影響があったらしいんですが、で、1400年にマラッカ王国が成立します。マラッカ海峡のマラッカ王国でございます。そして1511年ですね、ポルトガル・マラッカ、ポルトガル・マラッカ、ポルトガル・マラッカ領です。ポルトガル領マラッカになったと。そして1542年ですね、日本へ鉄砲伝来ですね。マラッカから出発してポルトガルが来たんですね。なんか遠くポルトガルから来たのかなっていうイメージですよね、日本史の中ではね、ですね。でもポルトガルは東南アジアを支配してマラッカから鉄砲を持ってきたので、ちょっとねイメージが変わりますよね。1549年、イエツス海のフランシスコ・ザビエルがマラッカから日本に向けて出発すると。そして1641年オランダ領のマラッカになります。僕の勝手なイメージなんですけどもね、スペインとポルトガルっていうのは最初に来てですね、キリスト教のカトリックを広めていったわけですよね。カトリックっていうのは宗教裁判とかね、いろんなことがあって問題で、それをが問題で、イギリスとかオランダがやってきて、直していったみたいなイメージがね、僕の中にはあるんですけどもね。日本もポルトガルとかスペインが確かキリスト、カトリックを持ち込んで、徳川家康の時代にイギリスとオランダがやってきて、出島とかができて、そして島原の乱とかでですね、カトリックが亡くなったような、そういうイメージがするんですけども、ちょっと僕は詳しくわかんないですけどね。で、1641年にオランダ領のマラッカになって、そして1786年にイギリス東インド会社にペナン島を賃貸したと。で、1791年にペナンを正式にイギリスに明け渡すと。1795年にイギリスマラッカを獲得する。オランダ領になって、そしてイギリス領になったってことだよね。そして1819年トーマス・ラッフルズ、イギリスがシンガポールを獲得すると。そして1821年、ケダ・スルタン国、シャムタイに征服される。ケダ・スルタン国っていうのはマレー半島のタイとの国境付近だと思いますね。で、1824年は英蘭教育、ペナン、シンガポール、マラッカのマレー半島が、イギリス領植民地になると。
イギリスとオランダで、そういう約束をしたんだね。そして1826年にイギリス領マラッカ海峡植民地成立。マラッカ海峡がですね、重要だったんですね。この頃スエズ運河とパラマン川はどうなっていたのかわかんないけど、まるでスエズ運河とかパラマ運河を支配するかのように、イギリス領はマラッカ海峡を同じようなイメージで植民地化したんですね。この頃スエズ運河とかパナマ運河がどうなっていたのか僕は分かんないですけども、とにかくヨーロッパからインドを通って、日本とかね、まあアメリカの西海岸につながる重要な海峡ですからね、そういう意味でもここを植民地化することが重要だったのかもしれないですね。1836年にペナン出身のウィリアム・ライト、南オーストラリアのアデレード建設を開始したと。ペナン出身の人がね、オーストラリアを作っていくような、そういうイメージがいたします。そして1840年シンガポールからアヘン戦争へ出撃したんですね。そして1841年サラワク王国がブルネイスルタン国から独立。そして1855年ボーリング条約、不平等条約、イギリスとシャムの間でなされたと。そしてイギリス、1874年イギリス領マラヤが成立。そして1882年イギリス北ボルネオ会社が北ボルネオスル王国とブルネイ王国の統治。1888年イギリス北ボルネオ会社とイギリス保護国北ボルネオが成立したんですね。そして1909年にこれなんて呼ぶのかな、西なんとか条約ですね、西安、まあいや、この条約が行われて、イギリス領マラヤになると。そして1941年に日本軍が来てマレー作戦ね、太平洋戦争開始でございます。1942年に日本マラヤ全域占領へ。マラヤっていうのはマレーと同じかな、ちょっとよくわかんないですけどね。そして1946年サラワク王国がイギリス領サラワラクへ。戦後ですね、またイギリス領になったんですね。そして1947年にイギリス領植民地マラヤ連邦へ。そして1957年にマラヤ独立運動。1962年から1966年にかけてインドネシアとマレーシアは対立するんですね。そして1963年にシンガポール、イギリス保護国北、保護国北ボルネオとイギリス領のサラワクがマラヤ連邦になって、そしてマレーシアが成立するんだね。独立したということなんですかね。そして1965年にシンガポールが独立すると。1968年から1989年は共産主義者の反乱、1974年はクアラルンプールを連邦の首都になって、
て、そして1984年にはラブアン島という島があって、そこも連邦直轄領になったということでございます。そして歴史外だと地方行政区、マレーシアには13州あるとのこと。13州とは別に連邦直轄領はクアラルンプールを含めて3つあります。産業は鈴他で、プラーナーカンという言葉があって、これは海峡歌人のことを言うそうでございます。であとクアラルンプールについてもちょっと調べてみましたね。マレーシアの首都、連邦直轄領、正式名称は連邦領クアラルンプールだそうです。名前の由来になったのは泥水の集まるところ、プールということで、その泥水っていうのはゴンバック川とクラン川が合流するという、そういう意味らしいでございますね。1875年に鈴の採掘拠点になったと。1873年から1957年にかけてイギリスに支配され、ゴム産業も発達したと。そして1896年にイギリス保護下のマレー連合州の首都になったと。そして1942年第二次世界大戦中、クアラルンプールは日本の統治下になったと。そして1945年戦後再びイギリス統治へ、1957年マラヤ連邦独立、クアラルンプールがまた首都になって、そして姉妹都市、海外姉妹提携都市は6カ所もあります。イランが2カ所、モロッコ、大阪もそうで、トルコ、インドにあります。